体験はいきましたね。やっぱハンディカムだとこういう撮影はしやすいですね。回しっぱなしでできますからね。そう、今家で編集やってるのが、そう、家で編集やってるやつがスマホで撮影したやつでね、やってるんですけど、やっぱね、手ぶれが相当きついなっていうので、かなりいろいろと電子加工を加えてやってるんで、エンコード時間がすっげえ長くなってたりとか、まあちょっといろいろ大変だなというのもありますけど、あのファイルが細かくブツ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 、やっぱあの撮影が小分けでになっちゃうんで、そうするとなかなかにその動画のファイル数がすごい量になってしまって、結構そのファイルの読み込みとかでも時間がかかって、まあまあストレスになるレベルでありますからね。その辺りもね、さあで力抜けて地下鉄でね行こうと思いますけど、まあ多分東山線の方はすごい人やと思いますんで、逆に桜通り線で行くのもありかな。こっちもパッと閉まってくるもんな。というかあれか、元日やでか、ついたってやで、正月休みかですね。うん、私はこっち来たら吉野家行ったらパッと吉野家行ってきてもいいけど、うまくとかも多分藤ヶ丘とかで食べるとあれないよな、あとあとそこから絶対もう飲み食いするの確定やからな、入れとくなら今のうちの方がいいんだよな。ただ1日からそういうところやってそうなところってもう吉野家ぐらいしか思いつかんけど、他にあるかな。吉野家やっとるな。あ、お父さんがやっとるんか。何言っとるかもしれない。あのこれね、パッと来るときはね、吉野家だよね。よし、吉野家。さあ、食ってきましたけどね。大盛りついたって、やっぱこれがね、うまいんだ。うん。そういや、年末も食べ納め、そういや。吉野家、私吉野家で終わって吉野家で始めちゃったんだな。で、あ、本当でか。レゴになってんだ。あ、そうか。レゴなんだったら。とりあえず藤ヶ丘か。そっちから続けた方がいいだろうから。で、そうすると、これが初めにご希望のボタンに触れてください。で、どうしようかな。とにかくキープしとくのもあれないけど、もしかしたら明日に混ざるかもしれんやろ。で、もう10時半やからってことを考えたら、2つ140円出してこっちの24時間券とかってなってなんだ。ということで、初めて使うのか、24時間券ね、今日はこれで行こうと思います。これだと地下鉄オンリーになって、土日行く切符より、100?140 円高いのかな、っていう、感じなんですよね。
であっちの方やったらバスも乗れるし、ね、1日使えるんやったらあっちでええんじゃないかってなりそうなんですけど、これね24時間って店があって、これやと1月2日の、10時32分まで使えるっていう風になってる。ですから明日の朝、昼過ぎとかから来てね、明日の朝もね、午前中も、使ってね、まあそういう、まあね、夕方に来て朝も使うよっていうようなケースの場合は、こっちの方でね、買っといた方がお得な場合もあるので、今回は今から回って明日も行くかもしれないですからね、そういうマーク変わるんでしたね、今回。ということでね、さあ藤ヶ丘の方に乗っていこうと思いますが、まあ、ここから先もめちゃくちゃ混みますからね、カメラ回しようがないんで、この辺りでカメラ止めて行こうと思います。次はもう藤ヶ丘か。よし。